はい、皆さんこんばんは。素人ゴルフの時間がやってきました。本日はですね、8番アイアンを10球連続で打ってみて今の実力を測ってみようかと思います。動画の途中に私が意識していることも話しているので、ぜひ参考になると嬉しいです。動画スタート。はい、今回はテンポよく打っていきたいと思います。まず1球目、ナイスショット。テイクバックから頭の位置もあまりブレずに打てていい感じですね。ちなみにアイアンの練習はフェアウェイ位置というか目標範囲を決めて常に練習しています。適度な緊張感にもつながって非常にいい練習です。ちょっとダフってしまいましたね。力み感じますね。いい感じですね。ちなみに8番の普段の飛距離は170から190ヤードぐらいです。ほんまに飛ぶんかいっていうようなお声もあるんですが、一応マジです。では4球目、まあやや引っかき気味なんですけど、もう目標の範囲内なので全然 OK ですね。全クラブそうなんですけど、ショット時はなるべく右脇を締めてフェーストボールが向き合うようにインパクトできるよう心がけています。私堀川未来選手が好きなので、まあ、こんな感じでショット前にはインパクトできるようにイメージしてます。これ100点あげたいですね。ショットも打感もナイスって感じです。さあ9球目も終わりました。いよいよラストです。はい、本当にいつも動画の視聴ありがとうございます。最後の打球が良ければですね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。これはちょっとすみません、なしでお願いします。改めてですね、ちょっと泣きのラストということで、ぜひですねチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。いい感じですかね。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。